はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。今回はね、怪しいと言われている暗号通貨なんですけども、私も2014年から暗号通貨をずっとねリサーチしてきて、暗号通貨で一資産気づいたわけですけども、それほど大きくはないですけど、資産というほどではないんですけどもね、なかなか暗号通貨で恩恵を受けてきた身なんですけども、やっぱりね、基本的に暗号通貨ってのは投資ですとかビジネスが弱い方は手を出さない方がいいと思うんですよね。だからほとんどの方には関係ないと思います。その中で今回ランキング1位のマイニングで、ファイルコインっていうのが入ってきてるんですよ。このファイルコイン、やっぱり多くの方が気にする、目にする、耳にするものだと思うんですよね。で、このファイルコインっていうのはインターネットの仕組みが変わるときにかなりね、インパクトを持つようなブロックチェーンの技術になると思います。ただね、やっぱり難しくてよくわからないんですよ。で、もうファイルコインが儲かるかもしれないとか、時代を変えるかもしれないっていう期待だけが先走りしてますんで、やっぱりね、手を出さない方がいいと思います、基本的に。私は出しますけどね。私は出しますけども、今回44万1000円をそこに投じてね、少ない金額でありますけども、これで様子を見ていこうかなと思います。これからどうなるかは全くわかりません。私もリサーチしてるんですけども、見えてない部分っていうのは結構あって、リスクは高いと思います。だからといって、リスクが高いからといってね、何もかも挑戦しなければ何も得られませんので、私はね、たまに挑戦することにしてるんですよ、こういうのに。もちろんね、パーになること前提ですからね。資金を入れた瞬間にその資金のことは私はもう諦めると。だから44万1000円はなくなったもんとして、見てますけどね。で、ちょっと画面を切り替えて見ていただきたいんですけども、じゃあ、このね、ファイルコインってのが、そのマイニングってのが、どういうふうな特質を持ってるのかがちょっとわかるところがあります。画面切り替えます。はい、ご覧いただいているのがコインテレグラフというね、暗号通貨関係では私が最も信頼しているそういったサイトになりますけども、書いてますよね。ランキング1位マイニング大手アールラマインのファイルコインマイニング、ついに日本上陸ということで、ランキング1位のこのファイルコインマイニングっていうのが日本に入ってきて、日本でも事業するそうなんですよ。これちなみに記事が8月11日のものですから、私がね、吟味するのに2ヶ月かかってるんですよ。で、ここに書いてある記事だけじゃなくてね、他のところもかなりね、リサーチしてますんで、それでも分かんなかったです。ですんで、誰か、暗号通貨のね、営業マンから聞きかじったって人は、本当に気をつけた方がいいと思います。メリット、デメリット、見えてない部分が多すぎるんですよ。もちろんメリットも見えてない部分が大きいですけどね。で、ここに、本記事はプレスリリースでって書いてます。要するに、この記事を保証してるわけではないですよってことを断ってるんですよね、コインテレグラフジャパンも。ですんで、情報っていうのは受け取った人が受け取った瞬間自分で責任を持たなくちゃいけなくって、あの人が言ったからとか、この人が言ったからとかね、ここが保証してるからっていうのは全く何の効力もないです。それをよくよく捉えて見ていただきたいかなと思います。とりあえずね、効率的なファイルコインのマイニングで世界トップを目指すだけでなく、今後展開する予定の分散型クラウドストレージサービス。ね、ここですよ。ここね、今ね、インターネットのサービスって HTTP じゃないですか。それがね、変わっていくってことなんですよ。これがね、ランキング1位を証明しているところなんですけども、これ、ちょっとめんどくさいのが出てきたでしょ？これを解析して理解して人に話せるようになるまでも何日かかかります。ですので、ほとんどの方はこんなん見たらね、見た瞬間に拒否反応でしょ。だから今回も特にお話ししません。問題はこれです。ファイルコインという概念というのは、HTTPS というね、インターネットの概念が IPFS に変わる。というふうなところ、変わるというよりもこっちも使われるってことですかね。こっちを使われた時にここにファイルコインというのが実装するんだということなんですよ。もうちょっと言うとね、 4G から 5G に変わった時にインターネットの仕組みが変わって、そこに使われるのがファイルコインだっていうことなんですけどね。はい、これだけで十分わけわかんないですよね。ですんで、わかんないなって方、調べる意欲がない方、自分で解析するそこまでのね、意欲がない方は、参加しないっていうのが賢明だと思います。チャンスを逃すかもしれませんけども、そのチャンスっていうのは自分の力量を超えたものなんですよ。ですんでね、無理に手を伸ばすんじゃなくて足元を固めていきましょうって話をさせていただきます。私はね、こういう動画を撮ってなんですけども、まず第一に、自分のビジネスを持たない人はどんなことをやってもやっぱうまくいかないと思いますよ。特にお金を稼ぐってことに関しました。働いて賃金としてお金を得るっていうのは、いわゆる私が考える稼ぐって形ではないんですよね。あくまでも稼ぐっていうのは、自分が作った商品がある、自分が集めたお客さんがいる、自分の言葉でセールする、この3拍子揃ったものがお金を稼ぐ自分のビジネスだってことなんですよ。
どっかから持ってきたフランチャイズみたいなテンプレート。これはね、うん、ビジネスではないとは言いませんけども、私が考えているビジネスとは程遠いと思います。私が考えているビジネスっていうのは、やっぱりね、一人でできるっていうことなんだと思います。そして呼びかけた人が信頼してくださって、集まった人にセールスをきちんと受けていく、いただくってことだと思うんですよね。まあそういうのがまず第一段階でなければ、余剰資金が作れないわけなんですよ。で、余剰資金が作れない人が、生活資金をね、割いたりとかね、労働で稼いだお金をそこに入れたりとかっていうのは本当にね、うん、人生の遠回りだと思います。私は今回のそのファイルコインに44万1千を投じたと言いますけども、月給20万の人がいるとしたらね、2ヶ月分のただ働きを私は不意にしたってことと同じですからね。もう私の年代48歳だと44万1千っていうのは1ヶ月分の給料にも満たないと思いますけども、うん、でもね、やっぱり40万50万っていうお金っていうのはある程度のまとまりを持ったお金だと思うんですよ。それこそなくなってもいいやと思えるお金ではないと思います。ですから思いますけども、45万50万とかね、なくなってもいいやと思える金額が40万50万100万っていうレベルでなかったら、こういったわけのわかんないような先行者利益に飛び込まない方が私はいいと思うんですけどもね。あとはもう皆さんがどう考えるかです。そうは言ってもちょっと挑戦してないよって方は挑戦してみるのもいいと思いますしね。うん、今日はまあファイルコインというのについて私がどう考えているのかってことを少しだけお話しました。期待しているけどもまだ疑っている、こういうふうな形ですかね。それではまた別の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。